はい、どうも、セブンナイツおじさんです。セブンナイツ実況をやっていきたいと思います。今日はですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、我が夜行町、ライバルギルドとね、まあ、対戦することとなりました。発足するときからね、戦うことをね、切望していた、このギルドとの対戦です。ドン！バランシールでございます。翼っち。率いるバランシールでございます。はい。まあ、今の順位で言うと、まあ、夜行町の方が上にはなってますけど、同じ6勝1敗なんでね。まあ、同じ波をね、乗り越えてきてる状態なので、まあ、互角な戦いがね、見れるんじゃないでしょうか。はい。というわけで、まあもう残りはね、実を言うと、私含めて4名しかおりませんので、まあほぼもう後半なんですけれども、ちょっと中を見ていきたいと思います。ドン。ドンと。で、104対106、もう接戦ですね。超接戦。うん。で、参加回数が、バランシールが57で106。で、うちが52で104だから、並んだらうちの方が証が多いですね。うちが52個、2枚証を取っていて、まあ、90枚中の52枚を取っていると。で、バランシールの方が、90枚中、49枚取っていると。そういう状況ですね。まだ、わからない。状況を見てみましょう。最後は、うちのね、エースですね。大エースの次のエースですね。まあ、後半しっかり証をもぎ取ってきてくれるね。OJ さん。しっかり今日も証取ってくれてますね。はい。ふんふんふん。いや、このミクロ組織さん、すごいな。4枚抜き。主人公属性持ってんじゃないですか、これ。恐ろしいですね。ミグロ組織61さんはね、ジェイブさんがギルド戦で戦ってるの見たこともあるし、俺も当たったことあると思うんですよね。とても強い方ですね。はい。で、今も現在進行形で証を取られていると。これもうちょっと増えてんじゃないかな。そうだね。同じですね。52対52ですね。並ばれましたね。で、まだ向こうの絶対的なエース、この京さんが、まだ、やってないと思うんですよね。あとは誰だろうね。アイコスメンさんかな？違うか。もうこのレイギャストさんと、あと京さんだけか。いやー、痺れる戦いだな。まあこれも結構一枚ずつ大事に取っていきたいところですけど、俺はそんなギルド戦得意じゃないんでね。本当、なんだろう、ドラゴンリングとかも本当めっちゃ頑張っとくべきだったなって後悔してます。まあこういうのとかこうやって見ていくじゃないですか。で、状態、自分がも、戦う相手の状態以上に合わせて、まあ、リング付け替えたりとかして戦えば、証取りやすいじゃないですか。まあ、それもできないと。なかなか渋いですな。俺が先に動くか。見たいところですが。23時になって、この感じだからちょっと怖いんですよね。
即死耐久はちょっと怖いな。ここ行くかな？あれ？レイギャストさん見たつもりだった。民衆一緒か。これだとどうなんだろう。最高民衆が高い方が勝つのかな。そんなことないか。お、よし。一回防衛してるね。こうやってやんないと上が更新されないんだよね。まあこれがね、今最新の状態か。待ってるのかな？こっちが動くのを。まあちょっとあえてメリオダスを狙う必要ないよね。ここまで来ると。自分の苦手なキャラのいるところには行かないで、行けそうなところを狙っていく感じですかね。ここメデューガスいるか。ちょっと1枚しか行けなそうだから、やめときましょう。だったら1枚のとこ狙っても一緒だもんね。そうだね。1枚確実に取っていくか。ここも確か強かったはず。もうレイチェルが怖すぎる。レイチェルの事故率半端ないからな。ジーブがいるとね、スピード勝負決めないと取れないんでね。ルディがいれば、スパイクもそんな怖くないんだけどなぁ。とりあえず。14番いきます。いけー。さあ、俺の主人公属性が試される。ギルマスとしての進出。まず先行取った。おし、ナイス。おし、ここまでの流れかなりいいぞ。無駄がない。これで手を落とせるか？落とせないか。ただすっげー沈黙が入った。まあ、前衛はね、ダメージ免疫、物理免疫で固めてるので。来た！勝ちましたね、これは。真の一撃。竜帝の審判か。オーケー。これは、普通に戦ってたら3枚、あ、で、全取りですね。カルマを背負う者よ。ありがとうございました。オーケー。とりあえず1枚。翼っち行きますか。ここは。
とこう。ちょっと探そう、ちゃんと。俺、即死がすごい苦手なんですよね。実際、翼ちに負けてるんですよ。ただ、ケンちゃんとかどこ攻めるかによるんだよな。どうしよう。いやー、ほんとスパイクとかなー。オモクリスか。ちょっと装備見させてもらおうかな。ちょっと待って。でもここ行くしかないかな。エリオダス何装備だろうな。印象かなこれ。13番行きます。まだ動いてこないな。並ぶまで待ってんのかな。危ない危ない。行くぜ。頼むぞ。俺のパーティー。俺のパーティーをもう信じた。よし、ナイス。ナイス。いいぞ。そこかーい。敵かわしてない。オッケー。おちょっと待て。やばい、逆に食らった。うーわー、これはまずい。とりあえず気絶させた。で、暗闇はリンかかってない。オッケー。これで、ネロは倒せる。あ、反撃ではなかった。そっか、まあ、反撃に反撃は返さないのな。おー、カルマ！あれ、俺感電耐性入れなかったっけ？俺の記憶違いか。デロンズ頼む。そこか。あ、でもスキル2個使ったからな。あとは、リオフが回復して。助かった。今、リオフに来てたらちょっと厳しかった。お、メユーダスに暗闇が入っている。これで天下無双山でいけるかな。でも6分切っちゃうと1枚になっちゃうかな。オッケー、勝った。1枚だな、これは。厳しい。イチゴが何もせずに落とされたのが痛いな。
はい。というわけでね、今もう京さん動き始めましたね。おー、すげえ、さすがだな。追いつかれてるね。一枚差ですね。一枚差です。さあ、この後どうなるか。また最後のタイミングでね、最後のタイミングで、をこの先に繋げときまーす。では一旦終了しまーす。はい、戻ってまいりました。残り時間が2分となりましたところで、現在、このような状況となっております。今、攻め途中、うち攻め途中なんですよ。で、バーンシールさんは、参加回数使い切って、116。あ、勝ちました。よっしゃエースさんを胴上げだー。118-116。で、なんとか勝利することができました。最後僕もツバサッチを攻めたかったんですけど、僕はね、クリス苦手なんですよ。だから、ちょっとこういう接戦になってしまったんでね。なってしまったというか、まあ、接戦になったのでね、私は、自分が勝てそうな、ところを選んで、行かせていただきました。はい。バランシールの皆さん、本当楽しい試合をね、緊迫感のある試合を本当にありがとうございました。またね、対戦することがあったら、またお互い、こう、ペアに戦って、どっちが勝ってもね、お互いを称賛し合えるようなね、そういういい試合を、しましょう。はい。というわけで、皆さん、応援ありがとうございました。夜行町、13位からさらに躍進いたします。明日は誰と当たるのかな？怖いな。というわけで、バイ！